せっかくだからね、聞けないそうな話とかも行く？スレスレのスレスレのやつ。スレスレのだね。で、NG だったら全然 NG って、うん。NG の時は NG って全然言っていい。そう。はい、わかりました。じゃあ、こっちっていくらぐらい？こっちっすか。こっちは、まあ、結構、みんなピンキリっすけど、これ NG でいいですか？全然そうだよね。それはね、なかなかね、言えるもんじゃない。はい、あれ、まあ、一般的にさ、知られてるのは、試合出場によって契約変わるんだよね。そうですね、それもありますね。でもね、試合数で増えていくってこと？試合時間によって、なんか C 契約とか、なんかそんなのが、確かあるよね。はい。とあとは年数、その在籍年数とかでも契約が変わるみたいなのもありますね。はい。生活は普通にできるぐらいもらうんでしょ？ J3 とか J 下の方で。J3 だと、まあ、まだ何チームかはバイトしないといけないところもありますね。そうなんだ。まあ、でも一応、もう半分以上が、多分そういうのは、半分以上というかもう3分の1あるかないかぐらいがそうバイトしてる選手がいる。なるほど、ね。でも J2 とかになるともう全然もうそんなバイトとかは絶対ないですね。うん、まあ、練習時間も削られちゃうもんね。もうそうだよ。あるスレスレあるなんかスレスレですか、あるかな。一番好きな監督どうですか。あ、好きな方、好きな方一番好きな監督っています？この今までで、今までで、そうですね、大木さんですかね、やっぱり。ああ、大木監督。監督、はい。それはどういうところが、やってるサッカーが面白かったですね。ああ、どういったところですか。大木さんは本当つなぐパス主体のチームみたいな、本当につないでつないで崩してゴールを決めるっていう考えの人で、はい、結構自分もキーパーなんですけどつなぐのが好きなんで、お、本当に練習から面白かったですね、やってて。お、チーム全体でやるような感じが。そうですね。なんか見ててスペインサッカーなんか見てるみたいな感じのチームだったもんね。あ、そうです。本当に多分そんな感じで、で、多分スペインサッカーみたいな感じだったのでビクトル取ったけど足元あんま上手くなかったみたいな。いいね、そういうのいいね。今スレスレゾーンだからここ。ビクトルは足元はそんなに上手くない。あ、それでヤンが来たって感じなのかな。ああ、でもそれありますね。ヤンは足元うまかった。はい、全然つなげるプレーヤーだったっすね。でもヤンドイツだよね。ドイツです、はい。なんか前のチームだったらもうほとんど前に蹴るチームだったっつってて、全然面白くないっていうのも言ってたっすね。へー、はい、裏話いいね、そういう。あ、そっか、ポンちゃんドイツにいたんだよ。え、ボンちゃんね、ドイツでやってて、うん、ドイツから FC リーグに入ってる。あ、すごいね。そう、だからヤンとは普通に喋れるってことだよね。そうですね、ヤンとは喋れますね。ドイツ語で？ドイツ語、自分英語あんまできないんで。かっこよ。一回言ってよ。英語できないけどドイツ語だったらできる。そのなんか謙遜した感じで、英語はできないんでって言うけど、ドイツ語はできるってことだろ。でもお前できるじゃん。は？やめろよ、そんな変なふうに。栃木弁できるぞ。栃木弁外国語とすんの。ラストなんか聞きたいこと。あ、もう結構時間あれですか。もう結構時間が。え、早っ。どうしよう、何聞こう。どんどん聞きたいことはあったら。じゃあ好きな女優さんは誰ですか。殺すぞお前、もったいねえな。時間がもったいねえんだよお前。ちょっとしかないの、時間が。ちょっとしかない。一応長澤まさみさんが好きです。あー、ベタだねー。おんちゃん、ベタ。こういうのがいいんですかね。それもちょっと
いいっすね。こんちゃんも男だね。男です。いやー、まあ、ちょこちょこなんかあれだったら、ま、ちょっと出てください。あ、はい。いやもうぜひ、もう言ってくれたら出るんで、はい。マジっすか。お願いします。収益化できたらあのちゃんとギャラもお支払いするんで。そんだけ。それは大丈夫です。じゃまだ収益化してないんで。じゃあとりあえず一回、まあ、春または夏で、PK 対決をしましょう、うん、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。その時は俺キーパーやるから。お前よく入れるな。じゃあ俺キーパーだったんだって。いやじゃあそうだとしてよ、うん、プロを目の前にしてさ。いやだからポンちゃんに挑戦状だよね今。いやまあ、いや勝ったらご褒美やるよその時は。じゃあ勝ったら、はい、俺が勝ったら、あれポンちゃんってサッカー道具ってまだ結構持ってたりするの？まだあります。なんかもう使わなくなったようなやつをプレゼントしましょうよ。ポンちゃんからもらってプレゼントしましょう。あ、え、視聴者に。おお、いいっすか。はい、全然大丈夫です。絶対勝てよお前。そんなん言ったら、だからお前が負けたらもらえないんだから。負けたら俺の T シャツ。マジいらねえよ。ジジイが着た T シャツなんか誰が欲しいんだよお前。じゃあ俺の生年月日乗せて。いらいら、ちゃんとおじさんだなと思うだけだから。まあその時はあのポンちゃん勝ったらその時はその時また考えましょう。なんかそうだね、はい、あ、じゃあポンちゃん勝ったらそのポンちゃん行く、よく行くキラクだっけ。はい、そうです。俺らでご馳走しましょう。安いな。ポンちゃんとあの一緒に来てくれた、うん、あの選手と、うんうんうん、我々がそう気楽をご馳走すると。多分そんな高くないお店だと思う。じゃあそうしましょう。はい、ぜひお願いします。いや、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーいろんなポンちゃん見れましたね。ほんとマジでいい人だよ。うーん、なのにお前はさ、クソみたいな質問をぶつけてさ。どういうことだよ。何がクソみたいな質問で、言ってみるよ。具体的に俺がどんな質問を出したんだっつうの。好きな食べ物、嫌いな食べ物、好きな女優だよお前。具体的に言ってやろうお前。この3つがマジでいらねえんだよ。もしこれで低評価がついたら。いや、この3つのせいだよ。その時はもうお前謝ってください、ちゃんと。いやでも久々にポンちゃんと喋った。うん、うん、なかなかね、まあ帰ってこれなかったりしたからね。そうそうそう、行けばさ、うん、あの会えたけどさ、うん、もう今年行けなかったからさ。いや本当に、うん、いやよかったよかった、元気そうでよかったさ。こうやってあの準レギュラーにもなってくれたし、うん、現地は取ったからね。うん、現地は取ったから準レギュラーになってくれて、その上 PK 対決もすると。いやそう、 PK 対決楽しみだね。ちょっとお楽しみにしてください。やばい、本当に、はい、こっちもガチの元サッカー芸人探す。オッケーオッケー、俺もちょっと頑張って声かけるわ。うん、まああなたずてになるんだけど。いやそうなんだよね。あなたの方が広いから。はいはい、まあ、はい、何とか探しますよ。はいはい、まあじゃあね、また何か機会があれば、はい、ポンちゃん出てもらったり、はい、まあ、これからもね、あの今年もそうですね、はい、いろいろな企画考えていきますんで、はい、はい、今年1年もよろしくお願いします。はい、というわけで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。